初心者の方だったら初めて手にするにはおすすめのテントです。僕も初めて買ったマット、実はこのダンロップのマットです。ソロキャンプ初心者必見、これさえあれば大丈夫の商品を5選ご紹介。こんにちは。これからキャンプを学んでいく新卒の山本です。エルブレスのキャンプ担当の伊沢です。今回は初心者向けの最低限必要なキャンプ用品5選ご紹介します。じゃあまず1つ目、いいもの定番のエントリーモデル、アトムの 1P ですね。ドーム型で風に強くて、フレームも2本しかないので設営も簡単です。で、生地もねすごく丈夫で、いろんなところに適しているので、山なんかでも使えるので、初心者の方だったら初めて手にするにはおすすめのテントです。では、ニーモのアトム 1P 早速組み立てていきたいと思います。まずではこちらの中身を出していきましょう。必ずじゃあポールをこう引っ張らないように押すっていうのを意識してください。引っ張ってしまうとすぐ抜けちゃうので注意が必要です。最後に通すところ、足とか膝で踏んづけといてください。そうじゃないと立てるときに生地が逃げてっちゃうので必ず押さえておきましょう。で、最後にここに差し込みます。はい、ではこれでインナーテントは組み上がりました。ここまでいけばもうほとんど立ったようなもんです。はい、ではこれでインナーテント完成です。これ慣れてくると大体5分ちょっとぐらいで組み上がるのですごく簡単です。はい、では続いてこちらの防水のフライシートですね。これをかけないと雨降ってきたら大変なんで、これかけていきます。で、かけた時に上のところに縫い目のバッテンがあるので、ここのバッテンとこのポールがクロスしているところが同じ位置に来るようにやってあげてください。で、次にポールとフライシートを固定、きちんと固定するためにこういうマジックテープがフライについているので、これをポールに巻きつけます。4箇所あるのでこれ4箇所やってあげてください。そしたら最後にこの下についてるですね、これグロメットって言います。こういう穴開いてるところがあるので、これをポールの下に差し込んであげてください。で、ここのベルトで調整ができるので、これをまあ程よいところまで引っ張って、こうフライの生地をピンと張ってあげてください。ではフライのこの4箇所を留め終わったら、ここを最後入り口ですね、ペグを打ってから入り口を開けてあげたら完成です。このテントは裏地が意外と水に弱いので、なるべく裏が濡れないように巻いていくのがコツです。小型のテントの場合はここが留める位置になっているので、だいたいこの留める位置にボリュームが出るようにまとめていきます。で、内側に鉄棒でいうとこう逆手で持つイメージですね。で、こうするとここに留めるトグルが出てくるので、これを留めてあげれば全室が止まります。2つ目は照明器具ですね。こちらのゴールゼロの新しいマイクロフラッシュに給電機能がついたものになっております。スマホもね、キャンプ場でうっかり電池がなくなっちゃった時に緊急時の充電用としても使えます。持っていく時はしっかり充電してて持ってってください。じゃあこちらのゴールゼロのランタンですね、じゃあもうここつけるだけです。じゃあ3つ目、調理器具ですね。外から出てるエントリーモデルのアミカスというバーナーと、こちらのポットがセットになっているモデルです。こちらも初心者用のモデルですが、機能は十分ですので、初心者の方ぜひこれを買ってみてください。湯沸かしも調理も思いのままです。バーナー、まずこういう風に1個に全部まとめて入ってます。中開けてもらって、これ本体ですね。でガスですね。で、簡単です。ここのネジ、まあ、最初キャップついてるんですけど、キャップ外してもらって、これを止まるまで回してあげてください。はい、でこれでしっかり回ったら、あとはお徳を出すだけですね。お徳をこういう風にフックがあるんで引っ掛けていきます。この時フックしっかりかけてあげてください。で、そしたらこれが元栓になってます。
で、この閉まっている元栓を開けてあげるとガスがシューッと音を立てて出てきますので、音が出てるのを確認したらこの点火装置でつけてあげてください。これでポットにこう乗っけてあげて調理ができます。はい、では次は寝袋です。大阪のブランドイスカから出てるアルファライトの 700X です。化繊のシラフなんですが、意外にコンパクトで、これからの時期、秋から冬まで使えます。素材もですね、コーデュラ使ってますんで、すごく強度が高いです。化繊なんで洗濯機で洗えますんで、お手入れの手軽さも魅力の一つです。寝袋は簡単です。出すだけです。はい、でこれはこうマミー型っていうタイプで、頭まですっぽりのタイプです。これからの秋キャンプのシーズンにおすすめの綿の量になってます。はい、テントの中に入れてこれで完成です。早速入ってみたいと思います。手袋もあれば寝心地抜群ですね。では最後にマットです。こちらはですね、ダンロップから出てるキャンピングマットの180センチ。これは、ね、厚さが5センチあるんですけど、三つ折りになってるので畳むと意外とコンパクトになります。僕も、初めて買ったマット、実はこのダンロップのマットです。ですので初心者におすすめです。これ自動膨張式のマットになってます。広げていきます。はい、でこうやって広げてあげます。で最初買った時はこれ機械で空気抜いてて真空になってるので、必ず家で買った後1回練習がてら膨らませてください。今回はちょっとズルをして空気入れ使います。これ市販で売ってます。店内にこれ置いてます。結構浮き輪とかでもね使えるんで、ね、おすすめです。でここにバルブがあるので、このバルブを回して開けてあげます。はい、では膨らんだのでテントの中に入れてみました。サイズもぴったりですね。じゃあできたので山本入ってみます。思ったより広くてふかふかしてます。とても寝やすそうです。今回はソロキャンプ初心者必見、これさえあれば安心の商品5000についてポイントを絞って紹介させていただきました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録の方お願いします。そしてぜひ実際に店舗までお越しいただき、店頭スタッフにご相談ください。ミサ待ってます。待ってます。ぜひお越しください。